先輩に呼ばれ、私たちは楽譜が収められている棚の方へと向かう。地図によると、この棚の向こう側が、昔の科学室ですか？特ダネを前に、ミキは少し元気を取り戻したようだ。そうなるな。この棚、なんとか動かせないかな。4人でやれば、なんとかなりそうですよ。意外にも、カオルが積極案を口にする。よし、やってみるか。先輩が腕まくりの真似をして棚に近づく。私たちは4人がかりで棚を動かそうとした。しかし、棚は想像していたよりもずっと重い。思いっきり力を込めて押す。ほら、ゆうか、もっと力を入れろよ。入れてますって。行くぞ。せーの。動いた。目の前に現れたのは、ずっと使われることのなかった古い扉。この先には、扉の奥には、40年前の改修工事以来、封印されたままになっていた科学準備室があった。あらゆるものが当時のまま残されており、そこはまるで時間が止まっているかのようだ。薬品を守るためか、窓が一つもなく、室内は真っ暗だ。そして、ずっと閉め切られていたからなのか、室内はとてもカビ臭い。当時の先生が使ってた個室みたいだな。先輩が好奇心に満ちた目であたりを見回す。そうですね。この写真もかなり古びているけれど、なんとか見られますね。ミキが恐る恐る写真に顔を寄せる。その、先生というのは、多分、新聞に載ってた科学教師だろうな。カオルの質問に先輩が答える。ミキは青ざめた顔をして、写真を手に取った。その写真には、新聞に掲載されていた女生徒と、科学教師の姿がある。写真の中では、仲睦まじく肩を寄せ合っていた。ようよう、これ、その先生の日記かな。先輩は一人、妙にテンションが高い。その手には古びた日記。多分、当時のものだ。私はあの生徒を愛してしまった。これは教師として許されざる行為だ。たたらいさみ。彼女に出会って私は本当の愛を知った。だが、この思いはどうしたらいいのだろう。ここで終わってるな。なんだか切ない感じがしますね。私は率直な感想を口にした。そうだな。この生徒、たたら家の娘だったんだな。日記を読んでいると、なんだかとても切ない気持ちになる。教師と生徒の愛。40年前なら絶対に許されない恋だったんだろう。今でも教師と生徒の愛なんて叶わないことが多い。40年前ともなると叶わぬどころか禁忌に触れてしまうような、そんな悲しい恋だったに違いない。しかし、愛情なんて理屈で止められるものじゃない。これは仕方のないことだ。たまたま愛した相手が教師であり、生徒だっただけだ。それは不幸としか言いようがないだろう。なんだか、本当にかわいそう。
当時がどんな状況だったのか、それを知る術は今の私にはない。だけど、その頃のことを想像すると、この二人はもしかして。この日記から推測するに、この科学教師と女生徒、二人はおそらく、恋愛関係にあったのだろう。悲しい恋となったわけだが、この二人は本気で恋愛をしていたに違いない。それはこの日記を読めばよくわかる。この日記が書かれたのは、40年前の教師と教え子の愛、それは、駆け落ちという結末。これは考えられる線だ。当時、どうにもならない恋を抱えた二人は、自由を求めて駆け落ちをする。それは、非常に納得がいく答えのような気がする。その時、突然、背後から大きな音が聞こえて、私は振り返った。カオル！カオルが突然倒れてしまった。大丈夫？ハグロさん！ハグロさん！ミキも動揺している。それは当然だろう。もしかして、このカビ臭さが原因だろうか。こんな、40年近く密封されていた空間にいたら、誰だって気分が悪くなる。空気は悪いし、光が入っていなかったせいで、雰囲気というか、すべてがよどんでいる。おい、カオルさん、大丈夫か？先輩がカオルを抱き起こす。何度か揺さぶってみたものの、カオルの意識は戻らない。先輩、とりあえずここから出ましょう。そうだな、そうしよう。ゴーゴーと雪が吹きつける音が聞こえてくる。外はひどい吹雪になっているようだ。ユカ、お前は右の方の肩を持て。はい。私たちはカオルを担いで一旦部屋から出ることにした。あのカビ臭い部屋にいてもカオルは回復しないと思ったし、今はとりあえず体勢を立て直すことが重要だと思ったから。これからどうするのか、それを考えなきゃ。宿直室へ行こう。そこで安静にさせるんだ。さすがにこういう時、先輩は頼りになる。でも宿直室、空いてますかね？ミキが不安顔で尋ねる。他に行くあてもない。行ってみよう。まさかこんな寒い時に教室に寝かせておくわけにもいかないだろう。それもそうですね。宿直室ならば暖房設備もあるだろう。このまま体を冷やすのは私たちにも良くない。先輩が照らす先には無限の暗闇が広がっているようだ。カオルの重さは気にならなかったけど、その暗闇はなんだか飲み込まれそうに思えた。なんだか飲み込まれそうですね。何か言ったか、ゆか。暗闇に飲み込まれそうな気がしません？さあ、気のせいだろ。ねえ先輩、宿直室ってこんなに遠かったですかね？気のせいだって。先輩は少し苛立っているようだ。やっとの思いで宿直室前にたどり着いたが、さっきから体の震えが止まらない。これは寒さから来るものなのか、それとも雪に閉じ込められた恐怖のせいか。私たちは宿直室でカオルを休ませることにした。宿直室の中は意外なほどに暖かかった。
まるでさっきまで人が使っていたかのように。あれ、どうしました、ゆうか。私の声に気づいたミキが尋ねる。あの長靴、管理人さんのものかな。この雪の中を長靴なしで帰ったの。ああ、そうじゃないか。先輩がぶっきらぼうに答える。それより言うか、今はカオルさんを安静にさせておくことが先決だろ。そんなことはどうでもいいじゃないか。は、はい。先輩の言葉は正しい。けど、なんでそこまで怒るんだろう。ち、ダメだ、繋がらない。先輩は、宿直室にあった受話器を叩きつけるように戻した。多分、救援を求めようとしたんだろう。しかし、その希望は絶たれてしまった。この吹雪で電話線が切れたのだろうか。携帯も圏外になっている。外は猛吹雪。完全に孤立しちゃいましたね。私はぼそりとつぶやいた。諦めるのは早いさ。カオルさんはしばらく寝かせておいて、私たちは外と連絡をつける努力をしよう。励ますように先輩が言う。そうですね。でも私、体が冷えたのでもう少し温まってから。そう言ってミキはストーブに腰を下ろす。熱っ、どうしたのミキ。熱い、何このストーブ、さっきまで使ってたみたいに熱いですよ。え、そんな。確かめるとミキの言う通り、ストーブはまだ熱を帯びている。この校舎にはもう誰もいないはずなのに。あったった、飛び上がったら足くじいちゃいました。ミキは足首をさすりながら言う。踏んだり蹴ったりだなミキ。そういえばこの宿直室、私たちがここに来た時にはすでに温まっていた。あの時はカオルのことで頭がいっぱいで、あまり気に留めなかったけど、管理人さんがいなくなってから、すでに結構な時間が経っているはずだ。管理人さんがストーブを使っていたとしても、この吹雪の中だ。部屋が暖かくなっているはずはない。ということは、誰かがここにいた。しかもついさっきまで。でも私たち以外に誰が。なあユカ、もう一度科学室を見てみないか。何か見落としてるところがあるかもしれないしさ。この人は一体何を言い出すんだ。ここは私と下橋さんが見る。下橋さんは足をくじいてるようだしな。何かあったら私が対処しなければ。いや、でもなんで私が。いくら先輩の命令でも勘弁してほしい。ここに3人いてもカオルさんがいつ意識を取り戻すかわからないだろ。だから動けるやつが動いて情報を集めなきゃな。そんな、まだ続けるんですか。さっきから先輩の言動はおかしい。怒ったり、突然変なことを言い出したり。優香は気にならないのか。ホルマリン漬けの女性との真相。私は気になる。だから、お前言ってくれ。そんな、先輩が言ってくださいよ。優香、先輩の言うことには、絶対服従。そうだ、演劇部の掟だろ。そんな横暴な。何か言ったか。何でもないです。じゃあ分かりましたよ、一人で行ってきます。うん、よろしい。見上げた後輩魂だ。いつかやめてやる。でも、ゆうかん一人で大丈夫ですか。
ミキが心配そうな顔で私を見つめる。うん、大丈夫だよ。ミキは先輩と休んでてよ。その足じゃ無理でしょ。そうですよね。ああ、どうしても一人で行かなきゃいけない状況になってしまった。正直言って心細い。でも仕方ないか。もう引き下がれないし。よし、じゃあ行ってまいります。おう、頼んだぞ、ゆうか。ああ、怖いな。こうやって必要以上に大声を出さないと、とても正気を保てそうにない。先輩から借りた懐中電灯はあるけど、この暗闇の中を一人で歩くのは、辛すぎる。え？突然、目の前を何かが横切った。なんだろう、あれは。あたりを懐中電灯で照らしたけど、何もいない。気のせいだったのかな。